私からも副長官に対してはそうした批判を生みうるような行為、これは厳に慎むべきということを申し上げたところであります。総理を支持する自民党の無派閥議員グループガネーシャの会メンバー12人と首相官邸で食事を伴う会合を開きました。コロナ禍においてパブリックスペースである官邸でグループの定例会合を開いたことに政府としてまた政治家のセンスとして問題はなかったんでしょうか。お伺いします。酒井副長官が4月1日の昼ごろ官邸において議員12名と会合を持ったということ、これは本人から報告がありました。さらにコロナ対策やワクチン政策の話を中心に議論を行ったとのことでありました。官邸で議員を含めさまざまな方と意見交換を行うこと、これは通常行われていることであります。これ自体特に問題があるとは考えておりませんが、定期的に行っている会合、特に議員の会合を官邸で開くということ、これについてはまさにご批判をいただいているわけでありますから、私からも副長官に対してはそうした批判を生みうるような行為、これは厳に慎むべきということを申し上げたところであります。批判もあることから注意したというふうにご説明いただきましたけれども、批判があったことが問題なのか、その官邸でこういう会合をしたことが問題なのか、そこら辺もう一度整理してください。まさに批判を生じうるような、そのことが問題だということを申し上げたので、よくそうしたやっぱり官邸というのは公の場所でありますから、それを使うにあたって、いろんなことを配慮して行う必要があると、こういう意味であります。ただ何か反省しているだとか、何かそのような言葉はあったんでしょうか。私から注意をさせていただきましたので、今後こうしたことは控えていきたいという話はございます。